でも、眠たかった。あっち。おうち帰ろう、おうち。ね。いっぱい遊んで疲れたんだ。ぶつけられた。はい、今追突事故と、嫁が、擦った、ドライブレコーダーの映像を見ていただきましたが、でまず、追突事故でできた傷を見ていきます。今回は後ろの軽自動車の方がナンバープレートとぶつかったようで、まあ、ナンバープレートがこのように当たった、感じで傷がつきました。とりあえずこのモールと、ここは板金修理という感じになります。ただここが結構、ちょっと難易度が高いって言ってました。あと若干ここにへこみ傷がありますんで、追突事故でできた傷はこの、3箇所になります。で今度は、ブロック塀に擦った傷の方なんですが、こちらになります。まあ、完全に擦った感じで傷がついてますね。これはかなり目立つ傷になってますね。でもうがっつりこういっちゃってるので、まあおそらくこれごと、交換かと思います。ここはまあ樹脂パーツになってるんで、まあちょうどこの部分のパーツを交換すると思います。あとここはボディ部分で、ここにも傷がありまして、ここも傷になっております。でここは若干へこんで傷がついている感じになってますね。はい、こんな感じで傷が豪快についています。で今日、ホンダカーズの方に持ってって、修理したいと思います。で追突事故の方は、最初、乗っていたおじいさん逃げちゃって、まあ、追いかけて、まあ、捕まえたわけなんですが、
でちょうど警察が通りかかって現場検証になったんですけれども、まあ、おじいさんの軽自動車は全く無傷だったんで最初はぶつかってないっていう主張をしていたんですが、まあ、ドライブレコーダーの映像を確認しぶつかっていることが確認できたんで、まあ、物損事故扱いとなりました。で当然、静止している車にぶつかったので、100ゼロの割合でこの、へこみ傷に関しては、保険で修理対応となりました。でこちらの傷の方はもちろん自腹で修理します。はい。でこちらが今代車で借りているフリードですが、嫁が3回目の事故をやってしまいまして、まずその傷をちょっとお見せします。でこちら側は非常に綺麗なんですが、助手席側に回ると、はい、こちら助手席側のドアとその後ろのドアがこのように曲がりまして、なんとこんな感じでフレームまで行ってしまってます。これどういう形で事故ってしまったかっていうのを聞いたら、左側に行こうとして石を巻き込んだ形になってこのような傷ができてしまいました。でまあ2度あることは3度あるんで、今月はまあ運転控えといてって言ったにもかかわらず事故っちゃったみたいです。まあ運転初心者かっていうような事故をやっちゃいまして、1ヶ月間でハットトリック達成してしまいました。いやーこれはひどいっすね。でこの車両は相手の保険会社がレンタカーで手配してくれた車だったんですが、でまだ返却していないので、まあ、どのぐらいの金額になるかは不明な状態です。で今日は3週間かかりまして、やっとフリードプラスのイエローを直ってきたので取りに行きたいと思います。はい、こちらが戻ってきたフリードプラスになります。反対側に回りまして、まずここの傷ですね、ここなんですが、でまずこのパーツの方はそっくり交換になりまして新品になりました。であとここにあった傷は、まあ、パテ埋めして塗装し直したそうです。まあ、綺麗に治ってますね。あとここにあった傷も、パテ埋めして、まあ、綺麗に再塗装して治っております。非常に綺麗になりました。今度は後ろの部分になりますが、この黒い部分はそっくりそのまま交換になって、これは新品です。あとこの辺りにあったへこみ傷も綺麗に治っておりまして、元通りになっておりまして、ここも元通りに綺麗になっております。で後ろの方も塗装しているので全体的に非常に綺麗な形になりました。まあ、後ろだけ見ると新車のような輝きですね。で車屋さんにレンタカー返却ついでにその傷見てもらって、どんな感じで修理するんですかって聞いたところ、ドア2枚の方はまず交換になりまして、このフレーム部分ですね、これ、実はフレームはもうちょっと中にあるらしくて、ここは、なんと交換できるらしいです。綺麗に直すことは可能だそうです。はい、修理金額になります。まずこちらの追突事故でできた傷の修理金額は合計 83,403 円だそうです。続いてブロックに擦ってできた傷の方は 75,000 円でした。で内訳の方はご覧の通りで、一番上のリアハー GY31 っていうパーツが一番大きなバンパー部分のパーツですが、これが 13,970 円ということで、まあ、思ったよりも、まあ、部品代はそんなに大した金額ではなかったです。どちらかというとやはり塗装金額が一番大きいかなという感じでした。はい、一番問題のこちらのレンタカーの傷ですが、レンタカーの方で保険入っておりまして、自走可能な場合は一律2万円ということで、請求金額としては2万円でした。いやーこの修理金額が一番お金がかかると思っていたので、2万円ですんでこれは非常にラッキーでした。まあ、レンタカーは事故った時やっぱり修理金額大きくなってしまうので、やはり安心パックは入った方がいいと思います。
で最近立て付けに事故った原因として嫁が言うには、まず、まあ、2歳の長男を助手席に移してみたんですが、まあ、助手席に移るとわちゃわちゃ横でするので、まあ、それで運転に気が取られて、まあ、事故りやすい状況になったと、まあ、本人は言ってました。あと原因は集合時間にギリギリで行くので、まあ、どうしても急いでしまうてミスを犯すっていうところは自分でも言ってて、そこはまあ直さなきゃいけないなとは言ってまして、まあしばらくちょっと運転は控えようということでした。あと追突事故の方はドライブレコーダーの映像が決め手となって、まあ保険適用となったので、やはりドライブレコーダーは必須だと思います。今回は以上になります。ご視聴ありがとうございました。